ミャンマー国防軍が首都ネピドーで軍の成立71周年軍事パレードを開催し軍隊は憲法の保護者であり国家が民主主義の道を歩める保証であると強調しました国防軍の日は1945年の日本の占領に対する全面抵抗開始を記念するために1万の兵士が首都ネピドーでパレードに参加しました これはアウン・サン・スー・チー氏の政党が過去半世紀で初めて民主選挙により選ばれた内閣にとって最初の国防軍の日です。スー・チー氏は軍と各民族間の衝突を終結させるため広い範囲での停戦を求めています。国防軍ミン・アウン・フライン総司令はパレードで演説し軍隊は国家統一の唯一の保障であり憲法の擁護者であることを強調しました。民主的プロセスには 法律の無視と武装クーデターという大きな障害があり、これらは民主主義に混乱をもたらす、と総司令は話しました。スーチー氏と次期ミャンマー大統領ティン・チョウ氏は、日曜日のパレードには出席しませんでした。新東人テレビがお伝えしました。